おはようございます。ランチャンネルです。えー、こちらのチャンネルでは、えー、音響、照明、映像機材などを取り掛けています、えー。役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。さて、今回は、えーまあ、前回までに引き続いてですね、えーまあ、現場の7つ道具についてまた話していこうと思います。前回までの動画をまだご覧になってない方は、ぜひそちらの方もご覧いただければなと思います。 さて今回はえまあやっぱりないと地味に困っちゃうえまあ工具についてえお話をしていいこうと思います、まあ、もちろんですね大体はこんな感じのバッグとかにドライバーペンチとかスケールとかえまあ殴りみたいなえそういったのを入れて持ち歩いている方が多いと思うんですけれども。 その中でも今回取り上げるのは自分がちっちゃいカバンを持っててその中からすぐに取り出せるようなそういった工具についてお話ししていこうと思います。あくまでも個人的な意見になりますのでまあ賛否両論はあると思うんですけれども私なりの道具として思っていただければなと思います。 とということで、えー、まずですねその個人的に、えー、もう持ち歩いている工具っていうのはこの辺りになってきます。まずはカッターそして、えーまあ、精密ドライバーですね、えーと。あとまあこれ一緒に入ってるんですけどニッパー。 そして小さめのドライバーですね。あとは結束バンド。こんな感じのものを大体持ち歩いてます。ではまずカッターですね。何に使うかというと例えばそのビニテを切ったりとかパンチカーペットを切ったりするときによく使ってます。以前ご紹介したこのビニテなんですけども。 例えばそのマイクとか先の,その回線とかにえこう名前をえ書いていったりするときにはさみでえこう一個ずつえちょきちょきっと切っていってもいいんですけどもまあ例えばそのカンカンとかえまあそういったものにピッと一旦出してえカッターでサクサクサクとえ切っていくそんな感じの使い方をしてました。で切るよりも えー、結構早かったんで、えー、現場では結構そんな感じで使ってましたあとはまあたまにですね、まあ、その音響でその現場に行ってるんですけども、えーまあ、そのステージにパンチカーペットをちょっと貼ったりとか、えーまあ、そのケーブルの養生用としてそのパンチカーペットをちょっと切って使ったりとか、まあ、ここもちょっとまあ個人的な意見ですけども、まあ、パンチカーペットってなんかハサミで切るよりもカッターでザ、えーッと切っていった方があの早かったりするので、えーまあ、そういう時に こういうカッターを使ってます。あと意外とハサミは持ってる方多いんですけど、カッターを持ってる人ってなんか意外と少なかったりしてて、えー、まあ一本ですねあのー、自分が持っていると、えー、まあカッターないと言われた時にあそうぞいうみたいな感じですぐ出せるので、えー、まあ、そういった意味でもまあちょっと便利かなと思って持ったりはしていました。次に、えー、まあ、精密ドライバーなんですけども、えー、まあ最近はですねそのデジタルの ワイヤレスマイクになってきたので、えーまあ、そこでの出番っていうのはちょっと少なくなってきてるんですけども、まあ、例えばワイヤレスマイクの、えー、グループチャンネルを、えー、変えたりする時にこういう精密ドライバーじゃないと回せないんで、えー、これで変えたりとかあとディップスイッチとかも、えーまあ、指とかでもいけるんですけど、まあ、こっちで変えた方が早かったりするので、えー、こういったものを使ってました。それと、まあ、そのキャノンケーブルのののここの辺のネジが 緩んでたりすることが結構あったので、まあ、そういったのも気づいたらすぐに精密ドライバーとかでキュッキュュッと回しししてて締め直したりしてました、まあ結構ですね特定の使い方をすることが多いんですけれどもなないいとと困る工具かなとこちらは思いますで次にこの小さめのドライバーですねこちらは例えばそのラックのネジを締めたりとか。 あと反対側はこれマイナスになっている分なのでマイナスのネジをこうやって回したりする時もそうなんですけども何かをちょっとこうこれぐらいのこの長いドライバーっていうのも工具としては持ってるんですけどもまあやっぱりその手持ちのカバンの中とかに入れておく分としてはまあこういうちっちゃいやつでしかもこの裏と表でプラスとマイナスがついている。 これくらいでいいいかなという感じですねで、えー、次この結束バンドなんですけども、えー、今これ結構ちっちゃいやつに持ってるんですけども、まあ、もう一サイズおっきいのとかもあると便利かなとは思いますけどもケーブルをちょっとまとめたりとかする時に使ったりとか、まあ、何かしらですねちょっとこう緩んであの取れそうだなっていうところを簡易的にキュッとこれで縛ってたりとか。 あとまあそのマイクケーブルとかスピーカーケーブルをですねえまあ例えばそのトラスとかそういったところにつけてまあいわゆるケーブルを飛ばすっていう時にですねまあビニテでこうぐるぐるっと巻いてもいいんですけども結構めんどくさいのでまあこの結束バンドでキュッと一発で締めれるのでまあこれを使ったりしてましたちなみに結束バンドっていう言い方なんですけどもあと他にもインシュロックとかあとタイラップとかですね そういった呼び方をしている方もいらっしゃるんですけどもインシュロックっていうのはヘラマン・タイトン株式会社という日本の会社が作っている結束バンドのブランドの名前であとタイラップっていうのはトーマスベッツ社の商標名ということで同じ結束バンドなんですけどもそれの商品名ということだそうです。 XLR コネクタのことをまあみんなキャノンキャノン、まあ、ノイトリックの分でもキャノンキャノンって言ったりすると思うんですけども、まあ、それとと同じ感じ感かなと思いますちなみに皆さんは何て呼ばれてるでしょうかでニッパーは先ほど言ったこの結束バンドですねもうこちらをバラしの時にはさみじゃなかなか切れないんでニッパーでパチパチパチと切っていくために使ったりとか。 まあやっぱり何かしらちょっとケーブルがあのおかしいなっていう時にまあ皮をむいて作り直したりとかまあやっぱりハサミよりあのパチッと強力に切れるんでえまあんまり出番自体はないんですけども持っておくととこれも便利なな工具の一つかなと思います、まあ、最初に言ったようにえまあ工具箱自体もえ持ってたりすると思うんですけどもまあやっぱりその使いたい時にえすぐにパッと取り出せる。そうするるとまあ少しででも時間のの短縮になるので えーまあ、この辺りの部分を、えー、いつもこう身につけていれば、えー、結構いいんじゃないかなと思いますあと、まあえー、余談ですけども工具ってわけじゃないんですけども例えばこういったドラム用のチューニングキーなんですけども特にドラムがあるバンドの場合は、まあ、そのレンタルしたドラムとかローディーさんとか、えー、がまあ持っていることはもちろん多いんですけども。 まあ意外とやっぱり音響さんが組み立てることも多くて、その時にまあ自分で持ってると意外とその組み立てが楽だったりとかしますので、えー、まあこういったものを持ってました。まあもとドラマーの人とかはですね、まあ持っていることが多いと思いますので、まあこれ持ってたらおなかなかやるなみたいな感じで思われたりするんじゃないかなと思います。それとまあプロの方でもたまにあったりしたんですけど、最初のサウンドチェックの時に。 えー、ピックを忘れたっていうギタリストの方がいたりして、まあ、ポケットにも入ってないしあのギターケースの中にもあちょっと入ってないなみたいな時にこういうピックを、えー、持ってたりするとよかったらどうぞみたいな感じで渡しておすいませんみたいな感じであのなったりするんで、まあ、そうなるとちょっとこうかっこいいかなと思います。それででさらにすすねハードとととかかミディアムとかソフトの、えー、ピックを持ってたりすると まあなおすごいなと思いますけどもまあそういったピックを探す時間でさえちょっともったいなかったりするのでえまあ時間の節約という意味でもこういうのを持っておくとまあちょっと便利かなと思います。それと前回ちょっとこうライトをつけてたこういうなんていうかこうコインケースみたいなキーホルダーがあるんですけどもこの中にこういったものも入れてまして。 えまあ例えばそのコインを使って開けるようなネジはここを使ったりえちょっと小さめのネジだったらこの先っぽを使ったりとかえまあここもえちょっとマイナスっぽい感じになっていますけどもこういったのも意外とえまあ私生活でもえ結構便利だったりするのでえ持ち歩いていることが多いです。でこれ実はまたまたあの100均グッズなんですけどもまあ別に回し物じゃないんですけどあのすごく便利だなと思います。 でこの中にピックとかも入れてますあともうもはやこれあんまり工具っていうわけじゃないんですけどもこんな感じのキーホールダーも持ってました、まあ、何がついているかというとこれ線抜きですね線抜きとこれは先っぽを開けるとライターになってます もう一個これはえー、っと、えー、ちょっとメガネ用のドライバーになってまして何ていうか精密ドライバーみたいな感じになってくれるので、えー、これも意外とちょっとどこで売ってたかも覚えてないんですけどもしあったらリンクは下の概要欄の方にちょっと貼っておこうと思いますまあ戦略きとかライターとかはですねまあ,あの特に何使うかは あのもう皆さん分かってると思うんで特に言わないんですけどもあの、まあ、タバコは吸わないんですけどプライベートなあの用途でで持って,るっているう感じですかね工具とか、まあ、ちょっとしたこういうアイテムです、ね、に関しては必要な時に持ってたらですねめちゃめちゃ助かるものなのでその現場その現場の,その状況をですねちょっと想像してみて。 バンドものなのかあとまあダンス系なのか,、えー、まあなんかクラシック系とかアコギ系なのか、えー、そういったまあいろんな現場があると思うんですけども、えー、まあそれに合わせて、ま、だったら何がいるかなみたいな感じで想像して、えー、まあ持っていくものっていうのが決められるといいかなと思います。ということで、えー、今回はこういう工具について取り上げてみました。今回までに変わって、えー、まあビニッテライト工具というふうな感じで紹介してきたんですけども。 次回はですね電気に関する重要なアイテムていうのを紹介していきたいと思いますので是非次回もご覧ください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。